本日の聖書箇所はアモス書4章12節と13節です。それゆえ、イスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に合う備えをせよ。見よ、山々を作り、 風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は、万軍の神主本日は藤波牧師より、望みと題しまして、メッセージをいただきますオリンピックで熱戦が繰り広げられています。 最高峰のアスリートたちの経歴を見ますと、成功と失敗の連続であったことがわかります。失敗と挫折の繰り返しだったと、あの史上最強の水泳選手、マイケル・フェルプス氏の言葉であります。ツイスティという危険な精神疾患から立ち直った シモン・バイルス選手が立ち直りましたそして以前よりもさらに高度な技を成し遂げた時も過去のミスから学んで回復しましたアスリートたちはミスや失敗した時に状況や人に指をさすことをせずに自分の内側に向き直り 自分を検証し自分の欠点を分析し失敗や不手際を改善する機会と捉えるんですうまくいかなかったからといって決してやめませんでしたたとえ成功しても謙虚になって改善すべきところは一体何なのかを調べてさらに向上させていくで今回の 競泳女子1500メートル自由形の金メダルを獲得したレディッキー選手も今回の達成感に目標を引き下げずにこう言ったんです。2週間ほどの短い休みの後すぐに仕事に戻れるのが楽しみですさらに高い目標を設定して前進しておられます。 本日も基本に戻り、この預言者、アモスにあった主の言葉に望みを抱いて、失敗の経験から教訓を学ぶことの意義に思いを寄せます。この聖書の預言書、アモス書、このアモス書はすぐに見つけることができません。ですので、今回初めてこの 書物をお開きになられる方もおられると思います中には叱責と裁きの言葉がいっぱいなので最後まで読まなかったという方もおられるかもしれません歴史を学ぶということはとても重要なことです歴史を学ぶことで自分が直面しているような失敗や困難を先人たちはどうやって切り抜けたのか それとも切り抜けることができなかったのか、どのような心持ちでいたのか、さらにどうやって成長のきっかけと変えたのかを深く学ぶことができます。今日の話は、失敗を切り抜けることができなかった人たち、失敗を成長のきっかけとしなかった人たちのことです。 アモスといいう人がいました預言者イザヤのような貴族階級に育ち教養を持つ人ではありませんでした預言者エレミアのような名の知れた血統を持つ人でもありませんでしたアモスは教養もなく誰からも知られない人でありました南王国のユダの人だと離れた荒地に住み 羊の小さな群れを飼い、桑の木を栽培していました。二つの仕事を掛け持って貧しい家族を養っていたごく普通の人でありました。説教台に立って話す人ではなく、座席に座っていた人でありました。ある日、主はこの人に予言の霊を与えて、 当時の南王国ユダと北王国のイスラエルに主の言葉を伝えさせましたまず歴史の背景を述べて私たちへの教訓に進みます当時イスラエルは北王国と南王国に分裂していましたなぜ分裂が起きたかといいますとソロモン王が 偶像崇拝の大きな罪を犯したからでした。ソロモンの死後、王国のこの繁栄の陰にはらんでいた深刻な問題が浮き上がってきました。権力者たちの国民に対する社会不正、弱い立場にいる人たちへの過酷な重労働でした。でこれが発端で 主が語られた通りイスラエルは分裂してしまいました分裂の後も両王国ともそれぞれ有能な王たちによって栄えました両国民とも政治的に安定してそして商業が栄え経済的にも物質的にも繁栄し上流階級が生まれました地理的にも拡大しました 宗教も栄えましたソロモン王の黄金時代に次ぐ成功の極みに達しました人々は神が我らと共にいる我らは災いに遭わないと確信していたんですしかしその繁栄の陰には深刻な問題がなおも隠れていました 偶像崇拝とまことの神への信仰を混合する二重信仰でありましたその二重信仰を栄えさせて経済的物質的な豊かさに甘んじ金持ちたちは怠慢になり快楽にふけり勝手気ままな生活をしましたそして貧しい人たちを追い込んで 彼らから家や土地を取り上げて困窮で苦しんでいる人たちをさらに苦しめ彼らを自分たちの食べ物にしたんです南王国のユダは他者をどのように扱うべきかという主の教えを軽んじ互いに愛し合いなさい隣人をあなた自身のように愛しなさいという主の教えを軽んじ隣国の北王国の間違った行動から 教訓を学ぼうとしませんでした北王国のイスラエルは自分たちの国境内でさえも貧しい人たちや困窮している人たちを虐げていました社会不正がはびこりました上流階級の人たちは人権侵害をやめようとしませんでした預言者アモスは イスラエルの民に死の裁きが訪れる警告をしました。それは飢饉、干ばつ、植物の病気、虫、疫病、戦争、軍事的敗北だと。ところが、この裁きの予言は、 安楽で物資的に豊かな生活を送っていた民には奇妙に聞こえたんです。上流階級の人たちは鼻先で笑い飛ばしました。それでアモンはこの種の言葉を宣言したんです。それゆえ、イスラエルよ。私はあなたにこうしよう。 私はあなたにこのことをするからイスラエルあなたはあなたの神に会う備えをせよ。みよ山々を作り風を作り出し人にその思いが何であるかを告げ暁と暗闇を作り地の高いところを歩まれる方その名は万軍の神主隣国の アッシリア軍隊が北からイスラエルに攻め近づいてきました。神は大きな裁きをもってイスラエルに立ち向かわれると強力な敵に遭遇するように万軍の神主この万軍の主に出会う備えをせよと。 言われまし,たしかしそれでも彼らは過去の教訓から学ばず悪い行いを悔い改めず預言者の言葉を無視しました紀元前の721年ですアッシリアによって北王国イスラエルは滅ぼされてしまいました 北王国へのアモスの予言は、南王国のユダにとって大きな教訓となりました。アッシア、軍隊が南王国のあの人、エルサレムを包囲したときに彼らを悔い改めました。あの、ヘゼキア王が、主の憐れみを恋願いましたそれゆえに主はシュワミスカってエルサレムを守られました。しかし、 ひとときの間だけでした。ヘゼキヤの王の後悪い王たちが現れて、再び不正がはびこり、北王国と同じ過ちを犯しました。主なる神は預言者たちを彼らに使わし、警告しました。悔い改めて二重信仰を捨てて、主なる神のみを拝し、主なる神のみに使えなさい。 抗議と攻勢を行うようにさもなくばバビロニアの彼方に連れて行くとしかし彼らは悔い改めなかったんですそれゆえ北王国が滅びた年からわずか135年後の起源全586年 バビロニア軍隊が南王国を踏みにじりました。そしてエルサレムは滅ぼされてしまいました。生き残った者たちはバ,バビロニアに保守として連れて行かれました。ある者たちは他の隣国に連れて行かれました。このことは歴史で証しされています。貧しい人たちに対する抑圧が 神の御怒りをかきたてるならばそれは神が人々が平和に暮らすことを望んでおられるからです人権侵害が神の裁きをかきたてるならそれは神が人々が幸せに生活できることを切望しておられるからです主権者なる神は常に 私たち人類にとって最良の状態を目指してその状態を乱す者には抵抗されます。全人類の祝福のために選ばれたイスラエルほど神と親密な関係にあった国はありません。イスラエルの民ほど神の啓示を受けた特権を持っている民はありませんでした。 他国の道しるべとして、ともし火を彼らは持っていたんです。それは特権でした。特権には責任が伴います。アムスの予言に、イスラエルの3つの罪、4つの罪と繰り返し書かれてあります。これはです神が1つの違反だけで国々を裁かれるのではないということを 思い起こさせますべての罪、神から裁きを受けます。どんな小さな罪であれ、神の裁きにあいます。しかし、裁きはすぐには来ません。神は忍耐深いお方です。もっと早くイスラエルを裁くことができたはずですが、 神は彼らが自分の失敗に気づきそしてそこから向上するために失敗から学,、ま、学ぶようにと忍耐深く待っておられたんですところが彼らは失敗から学ばず同じことを何度も何度も繰り返すそういう大きな罪を犯しました。 この預言書におけるイスラエルの罪のこのひどいこの描写というものはイスラエルの神との特権的な立場のゆえに一層悪く見えます。主はそのしもべである預言者たちを通して彼らの罪を明らかにすることなく主は何もなされませんでした。しかしイスラエルの民は 不正、貪欲、不道徳、冒徳、神の裁きに対する無関心の罪を犯しました。で、これらと同じ罪は現在に生きる人にも当てはめられます。神を信じる私たちだけではなくて、神を信じない人にも当てはまります。私たちは物質的に反映していた アモスの時代のイスラエル人と同じことをする危険があります。私たちが反映しているのは、神からの報いであり、私たちが善良であるので、神が祝福されているのだと誤って結論づけてしまうんです。そして イスラエルと同じ過ちをしてしまうものであるということを意識する必要があります。神の懲らしめの目的というのは私たちを滅ぼすことではなくて私たちを主のもとに、主のもとに回復させるためのものです。アモスが明らかにしているこの原則はこの世の国々も主イエス・キリストの教会にも 当てはまりまりすより大きな光を持つ国々はより大きな責任があります国家がその光を生かさない時その国家は堕落していきます教会がその光を生かさない時すなわち教会がイエスを友としなくなった時教会の品性は損なわれて どんどん堕落していきます。神のために何の役にも立たなくなってしまうんです。で、このことは私たち個人にも当てはまるんです。私たちは万物を創造されたまことの神を信じるものです。救いの知らせを聞いて、神が人類の救いのために救い主をこの世に送り、 そしして巫女を受肉させられました私たちは北の王国、南の王国のあの悪い王たち、上流階級者たちにお前たちは指をさして決して避難できないものです。火の海に投げ込まれても当然な罪人です。しかしそんな私たち罪人の代わりに、 神は御子なる主イエス、キリストを身代わりとして神の御怒りを受けさせたんです。最も残酷な十字架刑、十字架の処刑によって、主イエスの受難と十字架の死によって、 神の御怒りは私たちから取り去られました。ですから、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。このアモスの予言の言葉のように、神の裁きを受けるための備えをする必要はなくなりました。 主イエス・キリストのイサオのおかげです。私たちは万軍の主の見前で罪の宣告を告げられることがなくなりました。主イエスのイサオのおかげです。私たちは神の見前で正しく立てる身分にされたのです。主イエスのイサオの おかげですしかしだからといって神に対する説明責任もないと結論づけるのは間違っています私たちは皆キリストの裁きの座につきます神が与えてくださった光で行ったことの報いを受けますでこのことは私たちが日々 生きていく上で身の引き締まる思いにさせて減り下されます神に喜ばれる生活に私たちを押し出します主の日が近づいています主の日が近づいています自然界もその日を待ち望んでいます 私たちの責務について説明する主の日に備えなければなりません。私たちキリスト者は現代における神の民であり、私たちもアモスの強い警告の言葉に耳を傾ける必要があります。あなたはあなたの神に合う備えをせよ。 そののここととを助けるいくつかのことがあります。一つはあなたの人生を宝物として神の栄光のために投資して無駄にしないことですボロボロの中古車は処分できますしかし人生を新車で交換できません 人生は管理です私たちはいつ人生が終わり主が会計を求めるか分かりません罪を犯したら私たちは完全なものでありません罪を犯します過ちを犯しますそういう時には自分を厳しく吟味してその教訓から学び同じことを 繰り返さないようにするとでも繰り返してしまいます。でもその都度、主の助けを得て自分を吟味してその教訓から学んでもう二度と起こさないようにすることです。アスリートたちから本当に教訓を学びます。二つ目に永遠の光の光中で一日一日日を 生きることです一日一日は神からの贈り物です。ないものに不平を言うのではなくて、あるものを喜ぶのです。昨日の後悔から学んで、明日のことは心配しない、心配をやめる、一日一日は新しい始まりです。御言葉によって 永遠の光の中でこの日を生きるんです。3つ目、人生で出会った人を大切にする。私たちは当たり前だと思ったり、批判したりしがちな家族や友人がいつまでもいるとわからないんです。家族を大切にしましょう。 友達を大切にしましょう家族を阻害するような誤解はありませんかもしそうなら今のうちに解決するんです曽根ミを抱くには人生は短すぎます手紙を書いたり電話をかけたり テキストしたり、メールしたり、でもできないと、そう思っているならば、しましょう、連絡しましょう、テキストしましょう、E メールを送りましょう、家族、友人を大切にしてください。四つ目、全ての領域で、 神を第一にするということです。ヨハネはこう言っています。神の御心を行う者はいつまでも長らえます。あの生と死の謎と成功とそして大きな失敗から教訓を学んだ後あのソロモン王はこう書きました。神を恐れ その戒めを守りなさい。それが人間にとってすべてである。五つ目、福音を知らせましょう。share the good news. イエス・キリストを伝えるんです。人生は短いです。 あなたがいつ誰かに救いについて話す最後の人になるかもしれません。私がシカゴに在学中に通っていたムーリー教会、このムーリー教会の一室は、この教会の牧師になりかけたジョン・ハーバーにちなんで、ハーバー・ホールと名付けられました。 このスコットランド出身の彼は1911年にムーディ教会で説教して非常に好評だったために翌年教会が牧師を探していた時に再び招かれましたで彼はあの世界最大の「タイタニック号」の乗船を予約してそして乗り込み船とともに 沈没ししたた犠牲者の一人でありました死ぬ前に氷の海を漂流していたハーバー氏はですね横で漂流していた若い船員に「あなたは救われましたか?」と呼びかけ聖書の制服を引用しました。 でこの船員は救助されて後にキリストを信じ「私はジョン・ハーバーの最後の回収者です」と皆に明かししました「福音を伝えましょう」「私たちは神に会う」 準備がでできているでしょうか数多くの成功と数多くの大きな失敗から教訓を学び神の人に成長したダビデは望みを抱いてこう賛美したんです私は正しさを認められ 三河を仰ぎ望み目覚めるときには見姿を拝して道足りることができるでしょう。詩編の17編15節です、うん、ダビデの思いと同じ望みを押すことができますように